市町村別では日本一の柿の産地として知られる五條市では柿の出荷作業などが本格的に始まりました。 JA 奈良県西尾市の柿選果場では渋柿のメイン品種トネワセの出荷が今日始まり、生産者や職員などおよそ140人が品質や大きさなどを見極め選別する作業に追われました。西尾市の柿部会によりますと、今年の柿は先月に程よい雨が降り、大きさや色、甘さなどの品質が良く、収穫量も例年より500トンほど多く見込んでいるといいます。去年も大豊作でしたが、今年はそれを超える豊作が期待でき、今後は台風などの心配が残るのみだということです。なお、新型コロナの影響で2年間休んでいた直売所も来月1日リニューアルオープンする予定です。